はい、皆さんこんにちは。困った時の110番の時間でございます。困ったなんだろう、面白いですよね。いやね、本当にね、困った時の110番、今日はね、困ったことを話したいんですよ。でね、これはね、どういうことかって言ったら、地球って今やっぱり相当変わっちゃってるんだよね。地球も生きてる、ね、うん、そうで、温暖化って言ってるけど、これ温暖化じゃないんだけど、やっぱり地球の環境が変わってることって、台風が増えてるでしょ。で、日本もすごく増えてて、アメリカもすごいんだよね。で、時速222キロっていうね、恐ろしいね、風速が吹く時速だけどね、すごい台風がね、できちゃったりとか、とにかくとんでもないんですよね。だから、その日本の台風と、そのなんで困ったかっていう話として、気象庁のね、ダメなところ、うん、これもね、ちょっとね、ちゃんとね、話したいかな。もうだからね、気象予報士とかいうのがかわいそうなぐらい、気象庁がなぜダメなのか含めて言ってみたいと思いますね。あと、いい加減な地球温暖化、これにもメスを入れましょうということでいきましょう。はい、はい、困った時の110番。でも天気予報の人は地球が生きてることをさ、勉強してないんじゃない？だからさ、地球ってさ、なんで予報できたり長期予想できたりするかってことを考えなきゃいけないんだよ、うん、天気図書くと今はわかるよね、うん、だけどその天気図がどうやって動くかっていうのは、明日と明後日、または半年後とかさ、うん、1週間でも2週間わかんないでしょ。分かんないね。で、これはね、なぜかっていうと、例年のごとく、その今の地球上のこの場所にこういう気候があると。例えば日本はね、昔は温帯だと言われてて、梅雨があってっていう話でされてたよね、うん、そういうような気象モデルっていうのがあるわけで、これを更新しなきゃいけないの。そうだね、必ずね。それを更新しないでずっと古い気象モデルを使ってるから当たらないんだよ、うん、そうだね、簡単に言えば、うん、だから絶対外れるわけ。うん、昔ね、天地明察って映画がね、日本であって、で、日食とかそういうの予測したのが外れるんだよ、うん、なんでかって言ったら、うん、それは中国の暦を使ってるから、うん、その中国の場所で計算した暦なわけよ、うん、それを日本に直すためにやったのが大変なことだったんだな、うん、これちょっと真面目な話なんだけど、そういうことを含めた時に、うん、今の気象モデルをもう一切もうさ、その日本のあれを考えるのを変えちゃって、うん、ね、要するに亜熱帯モンスーン気候っていう風にして作り直せば当たるんだよ、うん、当たるんだよ、うん、だから日本人が亜熱帯って、嘘、亜熱帯っぽいけど、それは単なる温暖化でしょってでしょ。もう何年も前から日本って亜熱帯手当が出る国だから、ね、そう、外国から、ね、例えばアメリカから仕事で行く時に亜熱帯手当ってったら来るんだよね、うんうん、それぐらい世界はもう日本が亜熱帯だってこと分かってるんで、多分10年近く前からそうだよ、うん、だから北海道だって台風が来るわけだしね、うん、気温だって真夏日なんて当たり前でしょ。なんだって10月になって34度を記録した。それすごいな。そうだから、これをね、温暖化っていうのがまず間違いなの ね。これはちょっと別に置いておいて、また後で話するけど、理想なのかもしれないけど、うん、だから温暖化のせいにすれば一番いいと。それでね、台風が今年は一番多かったというけど、来年もっと多くなんだよ。で、今18号まで来てさ、直撃で今19号と20号ぐらいがもう発生しちゃってるじゃない、うん、そのうちの19は分かんないけど、20号来そうなんだよね。何回来てんだ今年。だからすごい数だよ、うん、だから最初のうちは台風の発生が一番遅いって言われてたんだけど、今は一番来てて、過去例にないぐらい来てんだよね。で、これまでどうしてかっていうとね、台風が太平洋のその黒潮がもうずれちゃったから、場所が、うん、ね、そうすると黒潮とか親潮といってるのがずれちゃってるから、そこのラインに乗っかっちゃうと、もう本当のフィリピンの手前のところとか、小笠原とか鳥島とか、あっちの方で暖かくなった空気で行けしたやつがね、どん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 まず西に動くわけ、うん、で、西に動いてからフィリピンとかそこら辺のところで、これが北に動きを変えるんだよ、ね、それで沖縄を通過して、そこら辺から東に経路を変えるって、こういうね、うん、経路、要するにその通り道ができちゃってるの。なるほど。だから溝ができて、そこに水路ができちゃってるから、水流すとそこからずっと流れてっちゃうわけだ。やだな、溶接路みたいな。それがちょうどこの日本のところに乗っかっちゃって、うん、気候形成できちゃってる、うん、やだね、厄介だね。だからね、このね、その暖流がね、いろいろ変わって動き始めたために、それに合わせてもう暖流だから暖かいわけだから、うん、ね、乗っかって本州に来るっていう、そういう恐ろしい出来事ね。サンマが取れないとか、そういうのもみんなね、そういうところに来てるんだけど、逃げてきたね、うん、まあでもね、とにかくね、そんなこと言ったって、その気象モデル変えない限りはどうしようもないんだよね。当たらない天気予報に、うん、でね、もともと言うと、例えば地球温暖化っていう言い方、これ、まあ僕はね、このラジオで何度も言ってるんだけど、よく聞くじゃない、うんうん、でね、これ温暖化してるんじゃないってことが重要ね。一部の地域だけが暖かくなってる、ね、うん、だからそういうことなの。だから結局と、てるてる坊主が立ってったらいいかもしれないんだな、うん、例えば
あの北極の方は氷が溶けてるんだよ本当に、うん、グリーンランドもあの氷が溶けちゃって本当にグリーンランドのグリーンになっちゃって下行っちゃったんでしょ下っていうかそう南極の方氷すごいみんななんか地球の下の方に集まってちょっと氷が溶けてでねこれが氷河期とかそういうのが起こる時の一番のあのルールになっちゃってるんだけど、うん、氷河期っていうのはさ何で起きるかって言ったら太陽の光とかそういうのあんまり関係ないんだよもちろんあるけどねすごくあるんだけど、うん、問題は地球の海水とかそういうものによる気象変動なの、うんうん、だから結局ね例えば太陽照ってるじゃないで太陽の力すごいじゃんすごい、ね、でも夏って実を言うと太陽と地球の距離が一番遠いところなんだよあそうなの冬の方が近いの暑いんだ問題は太陽の照る角度とか、ね、そういうので夏ができたりいろいろするんだよ ね、うん、でそれと同時にその太陽光をどうやって反射するかってことで遮ったりとか、うん、雲とかあとはもう一つ言うとその氷ねあれで反射するとで南極海域 の氷山とかそういうのが全部氷が溶けてるわけ、ね、で割れちゃったりしてるの、うん、北方領もそうなんだけど北の方ってのは実を言うと海水が凍った氷なんだ海の水がねでところが南の方ってのは南極の方ってのは雨とかそういうのが雪が降って塩水じゃないのが凍ってるわけ真水に近いそうだからそれはほとんど真水だねそれが溶けるでしょ、うん、そうするとその南極洋の氷というかさその海を塩の濃度をさどんどん下げちゃうのそうすると凍りやすくなるんだよ塩がいっぱい入ってると凍らないんだそうか、うん、塩分が弱いからそうだから南極は氷がすごくなってるわけうん、だからここがねもう本当に異常な状態なんだけど、うん、これはね氷河期っていうものをちゃんと考えてくれるんだけど氷河がある時は氷河期なんだよ、うん、氷河なくなったらそうだからグリーンランドだってあるしさ例えばさヨーロッパのねスカンジナビアとかっちの方だってあるでしょ、うん、なくなった時に氷河期が終わるわけ、うん、で氷が溶けて温度が変わって南極とかそういうところにいっぱい溜まるじゃない、うん、そうすると温度が下がって氷河期が始まるわけまたそうか、うん、これはもう何百年単位のことでねもっと長いんだけど、うん、でも氷河期が終わって始まる時期に来てるから気象がこんだけ変わってるっていうのは事実なんですね、うん、でもこればっかしはさ俺たちどうしようもないんだけどもうね、うん、本当にどうしようもないねだから台風の規模もねそういう風になってくるとどんどん変わって大きくなってくるんだよだからここ数年の台風、うん、とてつもなくでかいだから台風をやっつける方法を考えなきゃいけないでしょ、まあねうん、で17号なんてのは890何ヘクトパスカル、うん、すごい史上最高クラスでこの間沖縄を直撃したやつはトラックがひっくり返ったやつはやっぱり915ヘクトパスカルとかさ、うん、そんなんで九州の方に来るときに925ぐらいで来ちゃうから風速70メートルとかさ最大ね瞬間最大風速来る想像がつかないそうだから今まで被害受けなかった東北ね台風は東北まで行かないんだから普通そうだよねそう通常だいたい関東あたりでなんかなくなっていって、うん、で今もその温帯性低気圧がすごいのが来ちゃってさ、うん、それで、まあ、台風が消えたんだけど勢力収まらない目がなくなったら台風じゃなくなるんででも目がなくたって強い勢力持ってるわけだで北海道まで舐めちゃうから北海道なんてのほら経験してないから今まで台風来ないと思って、ね、ひどい目になっちゃう、うん、これね真剣にみんなね考えてねまず自分の意識の中で台風ってどういうものか地震とかどういうものかってことを分かんなきゃいけないのでね、よく今でもまだ言ってるよね太陽光発電だとかどうだか言ってるの抜け先ってやつねさすがにもうここんとこ太陽光発電ひどいでしょずっと雲で日照数が全然少なくて、うん、去年の20何%無理だよ、うん、だから横浜の時計が止まっちゃったりとか、うん、だからはっきり言ってね今どっかがねやっぱりねまあ原子力の中の核融合発電 の、うん、実験にどんどん本格運用化に入ってんだよ、うん、だからそれが来るまでもう核は消せないんだからそれでやるしかないんだけど、ね、まずね例えばさ自分の家のね上にそういうパネルを作ってね節電するのはとってもいいことですだけどそれだけでは依存できないってことを考えてやっぱり電気料金の基礎料金払わなきゃいけないんだよ結局はそうだね、うん、やっぱりそれは不可能に近いもんねやっぱりね自宅に蓄電っていうシステムはなかなかできないから、うん、車に蓄電できるんだけど充電はね、うん、だから車は水素発電にしないと何にもできないってことなんだな、うんうん、自転車こいでさ、うん、家のさ明かり全部やってるみたいなもんだよねいやだからねマスコミがねとにかくそういうことに対してね不勉強でどん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 やるからこれはねいけないわなっていうことでまあね今回僕はねもうと通説に言いたいんだけどこの台風、うん、もう一個ぐらい来そうなんで、うん、でだから今ね例えば真冬だって夏日になっちゃうわけでしょだからこれ亜熱帯なんだよ要するにハワイの気候と比べて変わんないでしょって言いたいの俺そうだよね、うん、そうなのほとんど変わんないんだ、うん、だから普通は島だとねそういうことがあるんだけどこういうねもっと大きい島で南は島になっちゃったんだそう大きい島であることはないのよ日本はさ大きい島ねだから、うん、島でありながら大陸と同じような影響があるんだ、うんうん、これはね
どうなのって感じでしょ。そうだね、うん、だから本当にね、その気候っていうのはその陸地の中 あの左右でも違うわけ。ハワイなんてのを見てみればいいんだけど、ハワイ島って一番大きな島なんだ。火山があるね。あれはあの西側と東側でヒロ地区っていうのとコナ地区っていうのがあって、気候が全然違うの。風が吹いて、それこそ片方はもう毎日晴れてるけど、片方は毎日雨てる。だからやっぱりそういうことを考えた上でね、日本 その気象学者とかそういうのがちゃんとしっかりと持てるからないとってこと、時間になっちゃいました。はい、はい、ということでまた来週、さよならです。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。